としては、AWD クラスシングルランチャンピオンの発表、続いて AWD クラスのグランドファイナル4の結果発表で、その後で RWD クラスの発表とさせていただきます。その前に皆さん、長い時間、素晴らしい走りで、助けられました。毎度毎度セントリアもそうなんですが、皆さんの走りに助けられております。特にグランドファイナル4は多分俺はいらないんじゃないかなというぐらいの熱い走りを見せていただきました。さあ、並びにギャラリーの皆さんとしても長時間、声援いただいたりですね、一緒に参加していただいてありがとうございます。さあ、そろそろ準備の方も整ったでしょうか。さあ、ファイナリストの方はマイカースタンバイよろしくお願いいたします。で、コールされた選手は、コース内、入ってきていただくんですが、まあ、両サイドどちらからでも構いません。ご自身のマイカー、ご持参の上、コースライン、表彰台の方へお登りください。さあ、それでは皆様お待たせいたしました。表彰式の準備が整いました。さあ、それではイフマ RC ドリフトワールドカップ2018表彰式へ移りたいと思います。まずは AWD クラスシングルランチャンピオンの発表をしたいと思います。イフマ RC ドリフトワールドカップ2018 AWD クラスシングルランチャンピオンはゼッケン25番川上隆弘選手。さあ、どうぞ壇上へ、コースライン方へ、マイタッチさんでお越しください。さあ、会長の伊藤よりトロフィーが贈呈されております。さあ、写真撮影ちょっとそのままキープで、さあ、見事ベストスコアが 92.69 と素晴らしい得点を叩き出しております。お子さん、お母さんのすっかり丸くなりましたね。さあ、それでは川上選手、すいません、こちらで一言いただけますでしょうか。川上選手、こちらで一言コメント。はい、皆さんお疲れ様でした。ですね、僕は本当に練習速攻からね、かなり調子悪かったんですけど、まあ、なんとかチームの支えがあって、まずタンスを優勝を弾につけられました。本当にいい流れ、このおかげで作れております。皆さんありがとうございました。シングルランチャンピオンおめでとうございます。さあ、それでは続きまして、 AWD クラスのファイナル、グランドファイナル4のリザルトを発表していきたいと思います。まずは AWD クラス第4位、ゼッケン16番三浦圭選手。さ
さあこちら壇上までお越しください。コース内 RCTC 会長伊藤よりトロフィーの贈呈がございます。どうぞどうぞ。AWD クラス第3位ゼッケン29番石井亮選手。さあ残すところ AWD クラスあと2名となっております。さあ AWD クラス第2位ゼッケン26番松崎隼人選手。さあこちらに今日のトリーの状態がございます。さあ残すところあと1人しかございません。イフマ RC ドリフトワールドカップ AWD クラスチャンピオンはゼッケン25番川上隆弘選手です。見事シングルランチャンピオンと合わせて2冠達成でございます。激戦のイフマ RC ドリフトワールドカップ2018を制したのは AWD クラスは川上隆弘選手となりました。皆さん改めて大きな拍手をお迎えください。さあそれではまずは、記念撮影を行っております。そうですね、せっかくなんでギャラリーの皆さんも最後まで声援を送っていただいたので、ちょっと足元だけお気をつけになって、コース内の方までお越しください。そう、ギャラリーの皆さんもね、本当に声援を送っていただいて、まあ、その声援に負けない走りをここにいるグランドファイナル4進出者だけではなく、ファイナル16にも進んだ選手皆さんに見せていただきました。さあ目線皆さんよろしいでしょうか。さあよろしいでしょうか。さあそれでは1名ずつ、コメントをいただきたいと思います。さあまずは、第4位さあ皆選手激闘どうでしたか。いや昨日は本当にいい点が出て調子良かったんですけど、今日になってなんかあんまり調子良くなくて、それで、まあ、ファイナル16からずっとリズムが全然取れてなくて本当に申し訳ないなっていう、なんかちゃんとした足が全くできなくて、
それでも俺は胸張って全然いいと思います。調子悪くても第4位です。見事だと思います。さあ見事第4位は三浦圭選手です。皆さん改めて拍手お願いいたします。さあ続きまして、さあ第3位は石井亮選手、世界第3位となりました。グランドファイナルの方を振り返っていかがでしたでしょうか。世界第3位おめでとうございます。石井選手でした。さあ続きまして、惜しくも準優勝を逃したと言いますか、堂々の準優勝と言いますか、エドブルディクラス世界第2位松崎選手、グランドファイナルも含めていかがだったでしょう。皆さんお疲れ様でした。僕は、まあ、普段一人でこう気持ちよく走るのが好きで、追走ってあんまり得意じゃないんですけど、まあ、応援してくれるお客様、また、この大会ともに戦ってきたチームの、まあ、力もありまして、ここまで、うまく戦うことができました。応援ありがとうございました。見事世界第2位松崎綾斗選手です。さあ AWD クラス世界一の称号並びにシングルランチャンピオン2冠達成でございます。全て振り返られてチャンピオン川上選手いかがだったでしょうか。はい、まずですね、今回参加された皆さん、海外の皆さん、そして、まあ、CDC あの動画をこちら、ユーストリームで見られている方々、本当にお疲れ様でした。ですね、本当にまずありがとうという言葉は僕の勤務先でもある、横坊、そして横堀社長、そして、双葉様、あとはですね、この今回は MR って YD4MR っていう車で、まあ、優勝することができたんですけど、この車はお父さんと一緒に作って、商品としてできて、こういった形で優勝することができて、本当にお父さんと一緒に勝ち取ったチャンピオンだと思います。今後とも、こういった形で世界戦も6月に行われますので、チーム員含め皆さんの応援をもとに頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあありがとうございました。改めて壇上の3、4選手に改めて大きな拍手を出迎えください。はい、それではありがとうございます。続きまして、ワールドカップ RWD クラスの発表へ移りたいと思います。もう大熱戦の AWD でしたからね。さあ、見事 AWD クラスを制したのは川上貴大選手となりました。さあ続きまして RWD クラスの発表に移りたいと思います。イグマ RC ドリフトワールドカップ 2018RWD クラスシングルランチャンピオンはゼッケン43番梶田俊介選手、おめでとうございます。さあこちらで、トロフィーの進呈がございます。イグマの会長よりシングルランチャンピオンのトロフィー、さあ、AWD、RWD の中でも 95.48 というとんでもない数字を叩き出しました梶田俊介選手です。さあ、梶田選手、お手でいっぱいですが大丈夫ですか。しかも一旦置きましょうか。さあ、RWD クラスシングルランチャンピオンということですが、シングルランの場合、本人的にどんな手応えだったんでしょうか。皆さんお疲れ様でした。大会前には体調崩したりとか、自分的になかなかコンディションは良くなかったんですけど、練習重ねていくにつれ、思い通りのところ
見事アルトイクラスシングルランチャンピオンは梶田俊介選手です。さあ、それでは続きまして RWD クラスグランドファイナル4リザルトを発表したいと思います。さあ、まずはイフマ RC ドリフトワールドカップ2018 RWD クラス第4位、ゼッケン43番梶田俊介選手。さあ、再度イフマ会長よりトロフィーの進展、こちらも日韓達成でございます。さあ、続きまして第3位の発表をしたいと思います。 RWD クラス第3位、ゼッケン50番松崎隼人選手、世界第3位です。 AWD に引き続き RWD では第3位に入っております。さあ、RWクラスも残すところはあと2名。それでは第2位の発表をしたいと思います。 RWD クラス第2位はゼッケン54番石井亮選手、世界第2位でございます。こちらも AWD クラスに引き続き RWD クラスでもトロフィーをゲットでございます。さあ、残された一人、イフマ RC ドリフトワールドカップ2018RWD クラス世界を制したのはこの男、ゼッケン89番吉羽隼人選手。見事吉羽隼人選手が RWD クラス世界一に輝きました。さあ、それではまずは写真撮影の方したいと思います。お足元の方気をつけて、ギャラリーの方もぜひとも写真参加ご撮影ください。おなじみのキャメラマンの方いますね。さあ、現在激動の RWD クラスを制した4名の選手、現在写真撮影中でございます。さあ、写真撮影の後一人一人コメントの方を改めていただきたいと思います。さあ、それではまずは RWD クラス世界第4位梶田選手よりコメントいただきたいと思います。さあ、梶田選手、改めて追走の分も振り返っていただいてどうだったでしょう。はい、皆さんお疲れ様でした。
ね、次戦も期待しております。頑張ってください。ありがとうございます。さあ続きまして、世界第3位松崎隼人選手、 AWD に引き続いての所属となりました。はい、皆さんお疲れ様でした。まあ、先ほど、まあ、4区クラスの方での、まあ追走が2区の方でいいイメージにつながって、まあ、いい追走ができたかなと思います。まあ、今回は本当に、運営の皆様の努力ともすごく選手の方に伝わってきまして、本当にやってて、楽しくて、まあ、やりがいもありまして、本当に、まあ、選手としても、充実した3日間を過ごせたなと、すごく嬉しかったです。まあ、今後も、ドリフトラジコの、まあ、発展を含め、もっと、日本のラジコンシーンを盛り上げていけたらなと思います。ありがとうございました。いや、我々こそ皆さんの安心にとんでもなく助けられております。改めて世界大戦おめでとうございます。さあ続きまして準優勝世界第2位は石井亮選手。さあ改めてギャラリー席にもたくさんの応援いただいておりましたが、改めてポイントの方をお願いします。おめでとうございます。世界第2位見事だと思います。さあ続きまして IFRC ドリフトワールドカップ2018アルトメディクラスを制したのはこの男です。吉川隼人選手、改めてコメントお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。まずはサポートしていただいた皆様本当にありがとうございました。このワールドカップに向けて、ヤタベアリーナにカーペットが敷かれてから何度も何度も練習に来てたんですけど、なかなかいい車ができなくて、で、隼人君の、車をまずベースにセットアップをして、まあ、そこからいろいろと積み重ねていった結果、まあ、この1位の表彰台に上がれて、まあ、チームリーダーの隼人君をはじめ、チームリーダーのみんな、あとはお父さん、まあ、サポートしていただいているメーカー様、本当にありがとうございました。これからも、まあ、この肉 RWD のシーンをまあ、自分が作っていくというわけではないですが、盛り上げていければいいかなというふうに、思っています。今日は一日本当にありがとうございました。見事優勝を果たした吉川隼人選手並びに4名の選手に改めて大きな拍手をお願いいたします。さあそれでは、最後に、RCDC、会長伊藤より挨拶をいただきたいと思います。